よし、じゃあ早速ここからずっと上に登ってったらいい感じなんかな。へえ、浮井神社。ここから何百メートル登るんやったらどうぞ。ありえる。大丈夫だって、大丈夫だって。いや、これもうなんか。お参りしましょう。よいしょ。ほら、小川はもう綺麗ですし。あれ、カキ閉めたっけ？あ、閉めた、閉めた。よし。あ、待って。うん、お賽銭用の。よっしゃ。行きましょう。改めて。よっしゃ。普通に上に駐車場ありそうな気がするんだけど。嘘。いや、わからん。なんかありそうだね。これ登っていってさ、ドン突きやったらさ、絶望やね。いや、これ絶対車通れるよ。水平ここだよ、だって。そう、坂は本当にカメラで伝わりにくい。これめちゃくちゃ急だからね。うん。うん、うわ、寒い。はあ。おお、急だ、いいよ。ダイエットになる。いい、こういう運動大事。へえ、なかなか中。すごいね。あれあれ、ちょっと待って、遠い。あれ、おかしいね。なんか急、境内らしきものが見えてこないね。温泉と順番逆なのではっていう。いやいや、夏だったらアウトだけど、いい。絶対帰ってくる頃には温泉入ってこかって言ってそうだね。うん、もう一回マスルーレット。はあ。マスク外そうかな。Google マップの場所がやっぱもっと上させもん。上っていうか違うとこ。おや、おかしいな。でも、まあ、もうちょい歩けばいい。あれ、やっぱ福田山っていうだけあるわ。やっぱ山だわ。滝神社のさ、あのでっかい鳥みたいなもんか。滝神社、大宗国道から見える。佐渡大社ね。佐渡大社のでっかい鳥居みたいなもんで、あ、ここが神社かと思ったら全然奥やっていう。あ、鳥居が見えた。見えた。はあ、へえ。よし、次から車で来よう。普通に止める場所あるわ。あるじゃん、車で来れたじゃん。いや、歩くこそ人気がある。ここでそのままトントンじゃなくて、うん、まだ上があるんだ。今日、今日、え、競歩？すげえ。競歩4年や。え、競歩、競歩年間って言ったら競歩の改革やろ？誰？もう歴史の政策2だからわかんない。井伊直輔とかの時代やろ。はいはい、おえ、すっげえな。確かに石造りの感じは確かにあるけど、あ、山奥だから地震とかでそういうのに合わないからなのかな。いや、軽く200年は経ってるはず。250年ぐらいか、競歩だと。うん、まあ江戸後期ではあるけど。こんな苔むした、すごいね。うん、へえ。ちょっとなんかお参りさせてもらいましょう。半袖で来るところじゃなかったな。半袖だったの。あ、ほら、半袖だよ、これ。あ、思ったんと危ないわ。かなり石段が。急だね。で、段差がすごい、いびつだ。これもそれこそ200年以上経ってるもんね。うん、
はあ、あすごい。なんかあちゃんとあれだね、閉じた口と開いた口のコンマイヌのあれだね、うん、えこうやって意味があるの？ああ、あるあるある、ね、あんま知らない、こういう音色は閉じてる方がオスだっけ、うん、で、開いてる方がメスでとか、なんかあるはず、うん、うん、ちゃんと意味がある。これなんか相当古いぞ、すごいな、境内もなかなか、あ、立派だこれ、うん、これ明治ぐらいの感じかな、よいしょ、この作り大正明治後期大正ぐらいの感じの作り方なんだよね。へえ。無人かな、うん、これは天皇陛下ご即位20年、うん、ってことは上皇陛下が、うん、それでないと20年で合わんもんな。つまり、15年ぐらい前か。そういうことだね、うん、まあ育ってるわけだ、うんうんうん、逆に昭和だったら、昭和で20年だったらあれだもんね、うんうん、ていうかそれ多分そういうことをやってる場合じゃない時代だったから、うん、昭和の20年っていうと、うんうん、立派だ。あ、お前、あれお賽銭でも入れれない、あら、こういう感じかな、あ、入れるんじゃないかな。さあお参りもして、こっちに本店があったのかな。そうだね、うん、なるほどね、まあ、こっちはなんか入れない感じかな。どっから出ても繋がってんだろうね。あ、そこからぐーっと、うわ、すげえ。山の上だ。へぇー。あれよね。自然って感じ。うん。作りは、あれか、伊勢神宮と、あれか。櫓の作り方は。あ、そうやな。へぇー。あ、こっちの方だでな。ここ伊賀津、津か、津だもんね、ギリ津だもんね。よし、いやいいところお参りできた。で結構あれだね、年末とか多分お正月とかやってたんだろうね、うん、結構ストーブとかまた新しいのちゃんと元気のやつが置いてあるもんね。いやーすごいね、これもだって、あ、100同士あったんだ。へえ。なんか100回ついてなんかお参りしてっていうのを100回繰り返すと、うん、願い事が叶いますよとかっていうやつだね、うん、どっかで、どっか有名なところがあるんだわ、百度のやつ、うん、どこだったっけな、あ、貝塚にある水間観音、あ、はいはい、確かあそことかだったと思う、うん、行った時になんかどっかであった百度、うん、お百度参りって言って多分調べたら出てくるよ、うん、あー、へえ。しかもすごいね、うん、相当風格あるもん、うん、下手すりゃ300歳とかだよ、うん、すごいね、見守り続けてくれてるわけですよ。手すりも後からつけた感すごいもんね。でもつけてから 4,50 年は経ってるって感じがするもんね。ほんとあそこの石畳ぐらいあれだね、どこだったっけな、江田島神宮、いや神宮じゃない、あそこは江田島って、広島県の江田島市っていうところがあって、呉の、呉からこうポンって海挟んだ向こう側にある島のとこ、島なんだけど、正確には半島なのかな、だけど、うん、あそこにあった神社もめちゃくちゃ古くてね、うん、あれで有名なところだ、海軍の兵学校がある、うん、何も知らんと言ったら、なんか海軍の兵学校の明治時代のそのやつが見学できるみたいになっとったら、あ、じゃあそこ行こうって、松新堂行ったけど松新堂別行動で、うん、そっちの方に行っとったから、
あいつはイベント、あの、カンクレのイベントに行ったからさ、で、イベントの物販とか並んどって、もう並んどるし、もうそんな何時間待ちとか並ぶのあれやてと思って、うちは、ふって、そのまんまクレの、イベント会場からスーッと脇行ったら、ちょうどフェリー乗り場があって、500円でフェリー乗れるってなっとったから、あ、船乗ろうと思って。いいよ、あそこに走ってるそのフェリーの名前が、古高号っていう、古高っていう名前で、船の船名が。バッチリ、漢字も全く一緒の、カンムスの子がおるから、そう、古高、従順、古高って言って、日本で一番最初に作られた従順が、古高型っていう方のその一番館内。うん。カンプレのキャラ名ある程度知ってると思ったけど、初めて聞いた。古高は、ちょっと、あれかもしれん。うん。だけど、会員まで出て、新規グラフィックとかも出とるから、うん。根強い人気は。うん。ただ一番最初に作られた従順なもんで、パワー不足がちょっとあるっていうところがあってするんだけど、うん、その代わり、普段の、作戦とかで、例えば資源を効率よく回収したい作戦とかの時は、他の従順よりも燃料軽いもんで、うん、そう、消費が少ないから、それで結構重宝するっていう人もと。今逆に漢字で同じやつってないじゃん、うん、現行の自衛艦って全部ひらがなになってるからさ、うん、島風とか、うん、鹿島とかも、うん、逆にその漢字で一緒のやつに乗れるっていうのはなかなかないから、うん、うん、まあ元々の言われも好きらしいしね、うん、その古高山っていう山があって、うん、従順艦は従順洋艦か、うん、は基本的に結局雑や、結局雑やないかいって言われそうやけど、全然美しいいいし、はい、あとはジンバルがどうにかしてくれる、うん、もともとほいで他の従順やと有名な山の名前がいっぱいあるんやけど、うん、従順とか、あと戦艦でもいるね、金剛とか、うん、そうです。あれももともと従順で作るつもりが戦艦になったような感じの味だもんな、うん。